皆さんこんにちはいということで、本日もね、やっていきたいと思います。えー、今日はちょっと遅くなってしまっていると思うんですけどもね、いつも通りドジャース情報からやっていきたいと思いますね。で、まず OC レジスターの方ですけども、ミラーがオプションでね、マイナーに落ちたということで、ま、昨日もちょっと厳しい投球にはなってしまいましたので、いずれはね、これが続くとっていう話で、昨日もコメントでもいただいてたんですけどもね。ただ、IL じゃなくても彼、オプションまだあったので、 まあ普通にシンプルに落とすっていうことも可能だったんですけども、それがえもうすぐにこう訪れてしまったというか、まあなんてしょうね。監督としてもこのままメジャーで投げさせてどうにかまあいい方向に行くっていうところをしていくのか、 オプションで落として一回リセットしてですね、また新たにね、えー、どうにかいい方向に向かっていってもらうのかっていう、どっちかの選択肢があったと思うんだけども、マイナーの方でっていう選択肢を取ったということですね。まあ、このままそのメジャーでね、投げさせ続けてもですね、まあ、なかなか厳しい状態っていうのは分かっているんだけども、毎回起用しなきゃいけないことにもなるしね、やっぱりそれは本人にとっても結構ね、厳しいことであるのかなと思うから、えー、このオールスターブレイクっていうのもあるので、 この後ね、ブルーペンデーを使えばもうミラーの登板のね、順番って多分、えー、オールスター前は回ってこないでもうね、済、えー、んでると思うので、そうなってくれば、とりあえずこの期間すぐにオプションで落として、で、一定期間ですね、えー、ログヒル投手部門のですね、投、え、手、ーまあの方のディレクターですかね、ドジャースのね、と、えーまあ、そのオールスターブレイク期間の間過ごしていって、 で、どうにか、まあ、いい方向に向かうように調整をね、していくっていう感じにはなるみたいですけどもね。で、昨日もですね、まあ、休息もね、なかなか本来のものには戻ってこなくてですね、何等番かしているんですけどもね、復帰してきてから。だから、まあ、ちょっと他のところがね、怪我しているのかなという心配も昨日話したんですけども、やはりドジャースと彼本人としても、その辺の部分においてはもう健康であると確信はしているということらしいんですよね。 だから、まあ別の何かがあるっていうことではなくて、やっぱりどっかが崩れちゃっているので、すべてにおいて噛み合わないみたいなね、感じにはなってきちゃってんのかなというふうには思うので、それが何が問題なのかっていうのが、やっぱりね、あんまりわかってないわけでしょうね、おそらく現状は。それを探すというか、えー、見つめていく期間にはなるのかなとは思うので、 それが分かればですよね。そこを直せばいいだけの話なので、おそらく。まあ、直せばいいだけの話っていうね、えー、簡単なあれではないと思うんですけども、ただ原因をやっぱり見つけたいと思うので、ホームのここが崩れてるとかね、まあそういうのをこう、まあ見つける期間にして、それが分かればいいなという話でしょうね。なのでまあ、こちらはね、えー、離脱というよりかはね、あの、怪我ではないので、再調整をかけてきてくれということなので、 計画としてはですね、オールスターブレイクを先ほど言ったですね、ロブヒルさんと過ごして、で、ブレイク明けにですね、トリプ a a で1回以上投げてですね、それぐらいで戻ってこれる、えー、感じでやってきてほしいというね、ニュアンスで書かれておりますけどもね。だから、まあ、いい状況の彼に復帰することをね、そのバージョンになって復帰することを願っているということなので、だからまあ、順調にいけばですね、 一等番マイナーでしてから戻ってくるっていうことだから、そんなに時間はかからないかなと思うんだけども、ただその、いい状態に戻ったか戻ってないかでね、変わってきますから、何か原因がね、えー、見つかって、それを調整して、で、いい状態でね、マイナーで投げられて戻ってくるっていうことであれば、えー、すぐにはね、えー、戻れるかなと思うんですけどもね。ただなかなかそれもですね、何が原因か、えー、何が起こっているのかっていうのがね、えー、わかっていない状況でもあるのかと思いますからね。 長引いていく可能性もあるし、まあ、ただ本来の彼に戻ってね、戻ってきてくれるっていうところをね、期待したいなと思いますけどもね。なかなか現状ではね、厳しい感じでしたからね。だからまあ、今年のね、初戦投げたような感じっていうところですかね。まあ、それに戻ることを期待したいなというね、ミラーになりますね。 で、あとはですね、ビューラーの話題もね、書かれておりまして、彼に関しては復帰時期とかがね、よくわかんなくてですね、まあ、何してるのかっていうのはよくわかってなかったんですけども、なんかフロリダの施設でですね、トレーニングに励んでいるということで、自らの問題を修正しようとしているということですね。で、ドジャースの中のコーチとか、 と、まあ、あの、調整しているというよりかは別ですね。ドジャースの外で。だから、まあ、ドジャースの中とも連携を取りつつ、コーチとも話をしつつやってるみたいなんですけども、ただ、ドジャース外の施設で、えー、まあ、今ね、ちょっと調整かけているという状況みたいなので、あんまりこう情報もないみたいですけどもね。 なので今どういう状況かっていうのもなかなかねわかんないみたいだし、いつ頃復帰できるかっていうのがね、彼の方が先に復帰してきそうな雰囲気ですけども、その会えるっていうところに関してはね、一応形は会えるみたいな感じになってますけども、だから、まあ、復帰時期が出てないのはおかしいかなと思ってたんですけども、一応外部施設でやってるということなんでね、 だからこそ、まああんまりね、情報としてもないのかなっていう感じですね。ただ一応ドジャースの中とは、ちゃんとね、連携を取ってというか連絡を取ってはやっているらしいんですけども、ただ自分たちのところにはね、今いないということらしいので、ドジャースの施設にはね。だからまあ、情報も乏しいのかななんていうふうには思いますね。で、ドジャースじゃない施設でね、一応こう、調整をかけるということに関してはですね、ドジャースとしてはまあ、サポートしているということでね、ロバーツ監督も話しているらしいので、 ま、そこはチームとしては問題はないみたいな感じでしょうかね。そして今回ですね、ミラーがトリプレイに落ちましたので、バナスコが昇格してきたということにはなりました。えー、こちらがまあロースタームーブですね。そしてアスレチックの方にも同様にですね、えー、やっぱりこうミラーの話とかビューラーの話も出ているんですけども、昨日ちょっとお伝えした中にですね、今後の、まあピッチャーのですね、まあ起用されるかもしれない若手の中にも含みましたけども、リバーライアンですね。 やはり彼も、オールスターブレイク開けてきて、まあ誰が戻ってこれるのかっていうとですね、まあ昨日話したのはカーショーが戻ってきて、で、あとはですね、グラスの方がまあシンプルにね、普通に、昨日のね、話が本当なのであれば、すぐに戻ってこれるとすればですね、オールスターブレイクで開けてからすぐ戻ってくる形になるので、まあその選手たち、 で、もし他にですね、起用するしかなくなってくると、リバーライアンっていうね、最終的にまだ残ってる選手がね、若手でいますけども、まあ彼なんかもやはりね、可能性があるかもしれないというところで、アスレチックの方には書かれておりましたね。でも、ドジャースとしても、こんだけですね、まあこの前もこうね、ウロブレスキーなんかもそうですけども、こう、まあバックアッププランというかね、その辺をこんだけ早く掘り起こすとは思ってなかっただろうということで書かれておりますから、 まあなかなかね、えー、層の厚みがあるからどうにか一応なってる、ね、状況ではあると思うんですけども、こんだけ使うとはね、えー、予想はしてなかったんだろうなとっていうところでしょうかね。ということで、一応ですね、まあ怪我人がたくさん出ちゃって困った状況ではあるんですけども、とりあえずですね、順調に戻ってきてくれるのと、あとは状態をね、えー、いい方向に戻して戻ってきてもらうのと、で、やっぱり補強に関してもですね、戻ってくる場合があるからね、なかなかこう、 いっぱい取っとくと枠の問題にね、発展しちゃうので、まあ、そこも難しい問題なのでね、やはり1名とかですかね、ピッチャーとしてもね、1名2名ぐらいにはなってくるのかなと思うし、あとはリリーフを補強するって言っても、まあそういう感じにはなってくるのかなと思うのでね。まあ誰かを DFA にして枠を開けるっていう方向もありますけどもね。まあそれをやらないのであれば、ちょっと、まあやらないと補強できないですけども、ある程度はね。ただ、えー、結構そういう動きをしないのであれば、 先発補強といってもね、いっぱい取ってくるわけにもいかないかなと思いますけどもね、怪我人の状況によってね、もう今年ダメだとか、まあある程度もう投げられそうにないなっていうのが分かっているのであればいいですけども、まあ、戻ってくるのであれば一応そこ取っとかないとね、厳しくなっちゃうのでね。だから、先発も1名とかに限られてくるのかなと思いますけどもね、なかなかね。 そんな形なのかなと補強できるとしてもね。というふうな気はしますけども。ただ、やっぱりポストシーズンに向けてはね、えー、先発ピッチャー一人ぐらいはね、取りたいなという状況ではあると思うんですけども、確実なところをね。ただ、それには対価も必要なので、まあ、それをどう考えるかですけどもね。まあ、でも、何かしらは考えてるはずだとは思うのでね。まあ、この後期待したいなと補強どういうふうに動くかね。それはまあ、えー、ずっと言ってることですけどもね。 ただ、えー、その辺のね、枠の問題もあるよねっていうね、昨日もまあコメントでもありましたけどもね、そんな感じありますよね。あとはですね、テオヘルがホームランダービーにね、えー、出場するということでね、まあこちらは、えー、本人も出たいと言ってたからね、良かったのかなと思いますので、後半にですね、ちょっと体力をね、残しつつ頑張ってもらいたいなというふうには思いますね。 続いて試合情報になりますけども、えー、今日はフィリーズ戦2戦目ですね、ということになりましたが、4対3でですね、まあ、接戦をね、破れてしまったということにはなりました。そして、今日の翔平はですね、4打数2安打1打点、えー、そして1三振というところと、あとはですね、22個目のね、盗塁が今日ね、えー、ついているということになりますのでね。で、今日はですね、4打数2安打ということでね、まあ、打点もついたし、いいところで打てたしね、えー、活躍はできたかなというふうには思いますね。 ということで、ちょっと一打席ずつね、見ていきたいと思いますけども、まずね、一、えー、打席目ですね。今日はまあ相手ピッチャーがサンチェスということでね、なかなか打球が上げられないような、ピッチャーなのかなというふうには思いますけども、初球ね、進化が来まして、ライト前ヒットということでね、こちは積極的に打ちに行ったというところでしたけどもね、まあそんな感じで先頭ね、出塁はしたんですけども、その後はまあ、盗塁もしてですね、点にはですね、絡みませんでしたけども、まあ積極的に行ったかなという感じでしょうかね。 そして、二打席目はですね、ショートゴローということになりましてね。まあ、こちらは、ス、え、リーボール、ツーストライクまでね、行ったんですけどもね。まあ、初級ストライク、で、二球目はボールで、三球目はね、振りに行きましたけども、えー、空振りとなりまして。で、その後ね、えー、結構まあ、いいところにやっぱりね、投げてきてるわけですね。当たり前だけども、いい成績を残してるわけですから、ある程度はね、コントロールもいいところにしてきますしね。だから、そのボール球っていうのもギリギリボールとか、 まあ本当にね、えー、いいコース、いいゾーンにね、低めに投げてきましたけどもね。で、最終的にじゃあ3-2になって、じゃあ何来るかなっていうところでね、まあシンカーだったわけですけども、えー、インコース、ボールゾーンですね。それをまあ打ってショートゴロということで。まあこれもね、中にもうちょっと入ってきてればっていうところで、まあ一応シンカー系は狙ってたのかもしれませんけどもね。ただ、えー、まあヒットにはならずというところですね。そして3打席目がですね、1点差で、えー、まあ1点ビハインドっていうところでですね、 ワンナウト、えー、一三塁のね、場面でですね、まあ回ってきまして、とりあえずね、えー、まあガイアフライっていう感じでもいいわけですけども、ただ、サンチェスですね、ゴールピッチャーっていうところなので、なかなかそのフライを打つっていうところも、えー、打球を上げるっていうことがまあ大変みたいなね、感じのピッチャーではあるわけなので、まあそのガイアフライっていうね、願うっていうのはちょっと難しい場面であったと思うんだけども、ただですね、うまいこと捉えましたね、インコースのまあボールムですけども、えー、化ですね、 まあそれをしっかりと、まあコンタクトしていきましてね、タイムリーヒットとなりましたのでね。いや、これは本当に素晴らしかったかなと思いますしね。先ほども言ったけど、その打球が上がりづらいっていうピッチャーなんですけどもね、えー、よく打球を上げて捉えていったなというふうにはね、思いましたね。これは本当に、えー、いい場面でね、同点にできたしね、えー、素晴らしいヒットだったかなと思いますよね。えー、そして最後の打席ね、4打席目ですけども、相手ピッチャーがね、ストラームに変わりましてね。いやーまあ、 ね、ここももう一本っていう感じというかまあ、もう一本というよりか、ホームランを打ってくれというか、超だというかね、まあそんな感じのシチュエーションになっちゃったんですけども、まあ、なかなかね、厳しい戦いになって、まあ一球目、どっちかっていうとまあ最終的な結果を見れば、一球目、二球目でね、どうにかそこを捉えたかったなっていう感じでしょうけどもね。まあ一球目シンカーだったんですけども、まあ振っていかなかったんでね、思っていたのがまあスライダーだったのかもしれないしね。 もしくは、まあこのチャンスでの積極性をどうにかっていうところで、いろいろとまあ最初の方は言われてたからまあいろいろと考えちゃったのかもしれませんけども、1、2球目どっちか捉えたかったかなっていう話ですね。で3球目ほんとギリギリのところでね見たんですけども、4球目もいいコースにね、えー、まあ決まって、さすがにまあ振ってしまったという感じでしたね。でまあこれは最終的に 三振になったというよりかは、その一球目二球目、どっちかで捉えていかないと厳しいね、打席だったのかなと思いますけども。まあ、ストラムもなんかね、三振は前から取ってたと思うんですけど、ここのところのね、数年はね。ただ、フォアボールが少なくなってるから、コントロールも安定してるっていうところもあるのかなと思いますしね。なかなかまあ、えー、イメージとしてはもうちょっとですね。 その、防月1点台みたいなイメージはなかったんですけどもね、前はね。ただ、それぐらいの状況なので、現状はね、素晴らしい球を放ってるなと思いましたので、まあ、追い込まれちゃったらこういう感じにはなったのでね。まあ、どっちかっていうと、初級のところを、どうにかね、捉えるしかなかったのかなとっていう感じの打席でしたかね、こちらはね。っていう感じで。まあ、なかなかですね、その、こういうピッチャーをぶつけられてくるからね、厳しいは厳しいんですけどもね。 まあそんな感じの打席だったのかなと、最終打席はね、そういうふうには思いますね。で、最後、まあ、9回ですね、回っては来なかったので、まあこれがね、最終打席にはなっちゃったという感じの今日のまあ、打席にはなりますね。ということでね、今日は2安打というところでね、で、いい場面で打点もついたから、そこはね、非常に素晴らしいね、打席、今日はね、そんな感じだったかなと思いますのでね、まあ明日も、 まあ今日よりかはこう、彼自身としてもね、もうちょっといけるかなと。まあ明日もいいピッチャーですけどもね。ただ今日の左ピッチャーで、まあ打球が上がらないみたいなピッチャーですから、なかなかね、まあ厳しいかなっていうところだったけども、えー、しっかりとね、2安打出たっていうのは素晴らしかったと思いますのでね。また明日に期待したいなというね、今日の打席の内容だったかなと思いますね。まあ明日一本ね、一発打ってちょっと勝利してほしいなという感じに思いますしね。 まあ彼のその一発で、まあスイープを回避したいという感じには思いますね。そしてまあ今日の試合としてはね、えーー、なかなか、まあ4点取られちゃったんですけどもね、厳しい、まあね、守備というか、まあそんな感じでしたよね。だから、まあ3点しか取れなかったっていうのもあるかもしれないけども、やっぱりいいピッチャー同士が投げればこういう展開にはなるので、いかにミスを減らすかというかね、そういうまあ試合にはなってきちゃうと思うんですよ。 いやその中で、まあ、守備のミス、エラーはついてないけども、守備のミスが、まあ、ある程度出てしまったっていうのは言いたかったかなと思いますし、まあ、なんてしょうね。基本的には、ま、1点ぐらいしか取られてない状況だとは思うんですよね。まあ、外野のね、え、レフトの方とか、あとは、パレスが、ちょっと空と被っちゃったとかですね。あとは、内野も、守備位置的な問題とか、いろいろとあると思うんですけども、それによって、ま、ヒットになっちゃったとかね。その、あんだ可能性的には低いけども、ヒットになって点に繋がってしまったとか、 いろいろとあると思うので、まあその辺がちょっと今日は痛かったし、ストーンとしてはでもね、しっかりとある程度ね、投げていて良かったと思うんですけども、そういうところで若干ね、彼は気の毒な今日は、えー、当登板になっちゃったのかなっていうふうには思うのでね、まあそれが4失点ついてるわけですからね、ちょっと残念な感じにはなっちゃったのかなと、うん、彼にとっては厳しい戦いだったなというふうには思いますね。だからまあやはりですね、なかなかこう、ミスをね、してしまう試合もあるわけですし、 まあこれがポストシーズンであればもう命取りになってくるような感じなので、まあ要はなんでしょうね、誰でも守備が上手い人でもミスはするので、まあ今日たまたまこうね、結構重なっちゃったなっていうのはあるんですけども、まあもちろん守備がね、苦手な選手もいるから、その辺もね、おいおい考えていかないと難しいことにはなってくるかなと思いますし、まあ守備がしっかりとトータルして得意でね、成績もいい選手であれば、 まあそれはね、たまたまだったっていうところにはなりますけども、ある程度ね、こうミスをしてしまう可能性が高い選手っていうのは考えていかないとね、いけないのかなっていうふうにもね、思うので、やっぱりそういうところも含めて、ポソシーズンへ向けての補強っていうのもね、大事にはなってくるかもしれませんね。で、あとはまあ8回のところですか、えー、ロハスがね、まあタイムリー打って、ここは良かったんですけどもね、まあ走塁のところでちょっとアウトになってしまったという話でね、 まあこれも紙一人だったのと、あとはまあそのグローブで押されてるっていうのがあるんですけども、結局おそらくまあチャレンジしてすぐにアウトって出たんですよね。だからシンプルにその押されて離れたからというよりかは、まあその前の段階でタイミング的にアウトだったというかね、ギリギリなんですけども、おそらくベースを踏む前に先にグローブのところで触れてんだろうなっていうのがあるんですよね。だからまあ、えー、あんだけ早くアウトってなっちゃったのかなと思うんですけどもね。 いや、その、押して離れてるっていうのも、まあ、タッチの勢いというよりかその後にふいーっと押しに行ってますから、まあ、それはね、いろいろとこう、まあ、言われてた部分なんだけども、多分その前にもうすでにアウトっていう感じだったのかなーなんて思うんでね。まあ、あれも積極的に行って、紙一重なので、まあ、あれがセーフだったらね、ワンアウト二塁ですもんね。ただアウトになっちゃったんでね、え、ツアウトランナーなしっていうところで、同点のランナーが消えたみたいなことになったのと、 あとは最終的に最後のところに関しては、昇平までもあんなくなったっていうのもね、言われてますからね。だからあのプレイはちょっと、えー、大きかったのかもしれませんけども。まあただね、えー、ギリギリいけそうではあったからね。まあ慎重にいけっていう話もあるんだけども、あれでセーフだったら本当に、まあいい走塁ではあるんでね。だからなかなか難しいところでありますけども、ただ後半の部分だったのでね、ビッグプレイではあったのかなと、どっちにね、行くにしてもね。 まあその後点が入ったかは分かりませんけどもね。ただそういう感じでちょっとアウトになっちゃったので、えー、同点のランナーをね、チャンスのところを失ったような形になったので、あそこも痛かったかなっていうのとね。で、まあ最終的にね、昇平にも回らなくなってしまったみたいなところもあるのでね。まあ大きなプレイだったのかなと思いますけども。ただですね、まあどっちにしろ今日の感想から言うと、 まあもうちょっと打ってほしかったなっていうよりかは守備をもうちょっと、え、しっかりとやってほしかったなみたいな方が強いかなと思うので、そしたらそこの部分をですね、え、あまりミスを犯さないようにね、やっていってもらってですね、え、しまった守備をして、まあいい守備もあったんですけどもね、今日ももちろんね。だから、まあ、まだまだこの点差でどうにかなってる部分はあったんですけども、ただその前にしっかりとやってれば点も取られてないよねっていう状況ではあるんでね。 明日はその辺をしっかりやってもらいたいなと思いますね。っていう感じで、まあ、今日はね、残念ながら負けてしまって3連敗ですかね。だから明日はま、しっかりと止めてスイープ回避ということにね、えー、してもらいたいなというふうには思いますね。<music> ということでね、今日はま、遅くなってしまったので、これぐらいでね、終わりたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、エクサのフォロー、コメントよろしくお願いします。でおりまーす。